DMM かりゆし水族館に来ています。イエーイはイエーイイーアスという建物に併設されてるんですけど、空港からも近いし興味あったものの実は今まで来たことがなかったので、そうだ、ね、今日はね天気がねちょっと優れなかったんで近場のここに来てみたんですけど、どんな感じかな。魚魚魚ゴーゴー、じゃあ早速行こうか。ゴー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 大阪の、お魚ね、ほら近いよ大阪の。魚魚ね、お魚好きやもんな。あ、青い来たよ、青いお魚来たよ。お魚お魚、黄色いのもあるな。どんなのなんやろ魚、うん、なんか全然前情報なしで来てるからね、何がいるのかも知らないけどペンギンおるかな、ペンギン、エッグの好きなペンギンおるかな。行ってみよっか。ヤルク？うわ、寄ってきた。あ、でかいの？韓国物白い方？うん、違うよ、アロワナだよ。アロワナ、大きいね。大きい、お魚大きいね。アマゾンとかにおるやつ？そう。このタンコブついてるやつは？熱帯魚の王様だよね。こんなん買う人おんの？うん、友達で飼ってたよ。昔流行ったんだよね。でかい家にある。天気大きいね。パフェしてる。あ、見て、ここにエイもいるよ。あ、ほんまや。ほら。エイ。かわいいな。ねえねえ、ねんねしてるね。ねんねしてるね。起きてるじゃん。ほら、動いてる。動いてる？ほら、動いてる。ねんねしてないね。大きいね。え、こんぐらいあるね。すごいな。ピックの大きさやな。魚。うわ、タタ、タタいるじゃん。かっこいい、かわいい。うわー、何これ。ねんねしてる？起きてるよ。やったー。こっちに赤い、かっこいいね。パパの嫌いな。あ、めっちゃかっこいいやん。かっこいい、これが。かわいいやん、ピンクやな。ほら、ヘビ。おもちゃみたいだね。にょろにょろニョロニョロ、ねんねしてるかもね、これは。家にいたらおもちゃかと思う。ニョロ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 、あれがピラルクじゃん。ピラルク、あの黒い長いやつ。これはナマズだね。これサメかな。マズちゃん、あ、どうなんやろ。すごい、ほら来た。来たよ、エッくん。すごい。あ、あれ、あれ、うなぎ？うなぎかね。大うなぎ？あそこにもおるよ、ほらほら、見て、ケンケン、ほらほら。うなぎ。わからんけど。ここ何が何かって書いてないの。魚。あれじゃん、沖縄だから魚は魚天ぷらと一緒。天ぷらと一緒。うわ、今見て、透明透明透明のお魚だよ。見える？ほら、骨まで見えてるよ。なんかこう魚、ね、水族館にあるね、うん、魚の説明みたいなのがないなと思ってたら、ね、そうそうそう、アプリをダウンロードしてかざすとお魚の種類とかを説明してくれるみたいです。やっぱ DMM ですね。ね、さすがだね不親切だななんて言っちゃってね。言ってたらちゃうかった。どこに？これだ、これ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 。あー、ほんまや。エッグ、ここにタッチしよう。ほら、タッチポイント。あ、出てきた出てきた。すごい、かざさんでももうすぐ出てきた。あ、さっきのは、さっきの透明のやつは、うん、トランスルーセントグラスキャットフィッシュだって。ほら。え、すごいね。おお、これは、これは。すごいよ、キンキラキンだよ。ピラニアじゃん。え、これ
どれやろう。ゆくんすごいまたキラキラしてるよ、ほら。ほんまキラキラしてる。鱗だね、鱗がキラキラしてるんだ。キラキラ。ナッテリーピラニアだって。これ。いや正解。ピラニアでした。さすが魚好き。さかなクン。中に入っても食われない。さすがですね、ゆうさん。よう分かったな。アプリいらんやん、あんたおったら。こぎつけなってる。やっぱこれぐらい低い台がいいよね。そうだね。ほら、これはカメレオン。あ、今アプリ見られへん。イグアナちゃん、これ。イグアナ？カメレオン。カメレオン。これは、いとしなウォータードラゴン。ドラゴン。ほら、糸。うわー、かわいい。ほら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 、ペンギンさん。ペンギンさん。ペンギンさん。ほら、ペンギン。ペンギン来た。いたずらっ子やな、あのペンギン。めっちゃ水かけてくる。ほらほらほら。来た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 。サービス精神の塊やな。ピンクシャドね。お魚さん触ってもいいってここ。触っていいのこれ？触っていいのこれ？ほら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 。ほらほら。あ、サメさん触ってみようか。サメ触れんだ。な。これナマコ？ケンケン、気をつけてね。これナマコちゃん。ほらほら。ほら、これ触っていいかな、持っていいかな。手洗って。手洗ったらいいの。はい。ほら。ほら。はい。ほら。チュンチュンしてみる。チュンチュン。チュンチュン。触ってみる、お姉ちゃん。ほら、気持ちいいよ。怖い？やめとく？はい、ありがとう。ほら、みっちょ、カワウソだ。カワウソ、カワウソ、カワウソ。ほら。不思議だね。はい。うちのピンクだった。クラゲ。クラゲだ。かわいい。
出てきてるね。ニョキニョキニョキ。チンアナゴ。ニョキニョキニョキ。動物エリアに来ました。人形だと思った。すごい本物。本物？綺麗。可愛い。胸がふわふわ。アルマジロ。あ、うわすごい。あ、でもお尻。アルマジロ。毛生えてる、かわいい。すごい。え、本物？本物だよ。すごい、こんな近くで見えるの？これもしかして手洗うところあるから。触れる？いや、無理やろ。餌あげれる。え、分かれへん分かれへん。顔どこ顔どこ。寝てる。あ、いた。顔ここだ。かわいい。え、あれ顔や。え、顔ほらほら顔。エイトに似てる。エイトに似てない。ちっちゃい時エイトと怠け者似てたのにね。あ、あのおばさんも。あ、あいたいた。あ、かわいい。似てる。似てますか。うん、エイくんと。なあ、もぎょん。あ、ご飯だ。起きた。起きた、起きた。ほら。あ、かわいい。ご飯食べるよ。かわいい。え、あ、小松菜。やばい、かわいい。食べないの、今は気分じゃないのか。かわいいやん、かわいい。でもかわいい顔してますね。こんな近くで見たの初めて。かわいい。もぐもぐしてる。かわいい。お花テッカテカやん。めっちゃかわいい。なんやろ、サトウキビ食べてんのかな。ねえ、なんかそれっぽいけど。はい、なんかね、今日はこの人たち暗いところこうなってたけどね、まあ空港から約15分くらいで、こんだけ楽しめる施設があるんやったらね、美ら海まで行くってなったらちょっと遠いからな。ね、なんか旅行の人はもちろん沖縄県民もね、足を運びやすい水道管だな。飛行機まで時間があるとか。そうね、そうね、確かに。なんかいい足もね、お土産とかもいっぱい買えるしね、いいよね、ちょうど。はい、なんかね、成長して暗いところを怖がるようになったから、次はね、まあ眠かったのもあるかな。まあでもまた来ようね、近いしね。はい、それじゃあ今回もご視聴ありがとうございました。また次回、またね。バイバイは。バイバイ。